朝にゃんこに邪魔をされながらエアレーションを追加しましたっていうのは前回の話だったんですけど、かなり静か。そして用水路で捕まえてきた魚を水槽に入れる前に観察をしたところ、川以外の背びれに分かりやすい寄生虫みたいなものがくっついていた。前回の動画はそこで終わったってことで、今回はその続きから始まるわけなんですけど、いいですかね。というわけで、この被害の背びれについているこの変なやつはピロピーナ被害。やはり名前も変な変形動物ということなんですけど、3年くらい前にコリドラスに寄生したギロダクチルス、やはり変形動物なんですけど、これについて調べた内容について動画で説明したんですけど、こういった変形動物っていうのは人間にも使うようですけども、プラジカンテル、そういったものが効果があるようなので使えばいいわけなんであります。まあそんなことを言っていますけど、薬浴はしないで、ご覧の通りすでに水槽で泳いでいます。ということは、私が水槽に川被害を入れてしまったってことになりますけど、そんなことをして他の魚は大丈夫なのか、そんな疑問があると思うんですけど、ピロピーナ被害は被害だけに寄生するようなんであります。他の魚には寄生しないということを確認したので、薬浴をしないで水槽に入れたわけなんですけど、では、この水槽に入れた2匹の川被害は、未だにかわいそうな被害者ではないか。略して、川被害、そんな感じじゃないかなって思うわけなんですけど、どうやらこのピロピーナ被害は川被害に寄生していても深刻な被害を与えるものではない。九州では 50% くらいの確率でピロピーナ被害が川被害に寄生している、そういったことが確認できたので水槽に入れたわけなんであります。ただし水槽に二枚貝が入っているとピロピーナ被害はまた川被害に新しく寄生する、そんなこともあるようなので、川被害の背びれからピロピーナ被害がなくなることはないかもしれませんね。まあそんなわけで二枚貝とは関係が深いようなんですけど、川被害もタナゴのように二枚貝に産卵する。これまたユニークな繁殖スタイルなんですけど、タナゴは二枚貝の入水管、水を吸い込むところですね。そこではなく出水管、水を吐き出すところに卵を見つける。まあタナゴは二枚貝の出水管に卵を産みつける。まあ、最初からそういう風に言えばよかったんですけど、間違えたんですね。で、何かっていうと、川被害は二枚貝の入水管に産卵する、それが言いたかったんですけど、この違いはなぜ存在するのか、これがわからないと情報としてあまり意味がないですね。川被害の方が産卵管が短いので、そういう違いがあるのかなとも思ったわけなんですけど、ではなんでタナゴの方が産卵管が長いんだよ、もう知らないよってことなんであります。というわけで、貝と密接な関係を持つ川被害なんですけど、小さい巻貝を食べるということで、水槽内にいる巻貝の増えすぎ防止に貢献してくれるんじゃないかと思ってるわけなんであります。まあ、そんなわけで川被害の話が長くなりましたけど、二枚貝といえば前回の動画で何を餌として与えるか、そんなことが話題になっていましたけど、水中の植物プランクトン、中でも珪藻を食べるということで、なんとかしてそんなものを与えたいわけなんですけど、水槽内であるといわゆる茶ゴケってやつがどうやらそれだってことで、スクレーパーで水槽のガラス面を削るようにこすって苔類を撒き散らかしているわけなんですけど、沈んだ苔をカマツカやドジョウ、そして土拭き、そういった魚が食べてるようなんで、それはそれでいいかと。というわけで、前回からの続きということでお話ししてまいりましたけど、そろそろ本題に参りたいと思います。今回のテーマは日本淡水魚水槽の立ち上げから現在までの間に感じたいくつかの反省点を共有したいと、そんな感じで参りたいと思いますが、たまには役に立つような動画にしたいわけなんであります。ついたら12月も半ばということで、いろんな意味で急いで回りたいわけなんですけど、まあ時が経つのは本当に早いですね。なんか痛々しいぐらい早いんですけど、帰国してから4ヶ月も経ってしまいました。まあ皆さんにとってはそんなの関係ないということで、早速この日本淡水魚水槽の反省点について触れてまいりたいと思います。まずこの水槽はジェックスの60センチスリム水槽というものなんですけど、水槽の奥行きが20センチ、そして高さが25センチってことで、容量キャパシティにおいては30センチ ×3 のキューブ水槽とほぼ変わらないわけなんであります。幅が60センチなので変に安心してしまったんですけど、実はキューブ水槽を扱っているのとほぼ変わらなかったって、そんなことに今更気がついてしまったわけなんですけど、私だけですかね。
まあいずれにしろですね、水槽がいけないんではなくて、やろうとしていることと水槽のサイズが合っていないってことなんですけど、魚同士の争いを抑えるため、たくさんの魚を入れて過密状態にしたかった。ただこのサイズでは問題があった。水槽のキャパシティが大きいほど中の飼育水はいわゆる安定するわけなんですけど、今回日本淡水魚水槽で目指していたお魚いっぱい過密水槽であると、水替えを頻繁に行わなければならない。さらにいろんなタイプの魚が入っているので、餌の食べ方もそれぞれ違うってことで、ゆっくり食べたいお魚にも餌が行き渡るように、餌を一度にたくさん投入するわけなんであります。まあそんなわけで、餌をたくさん投入すればその分頻繁に水替えをしなければいけないわけなんですけど、この水槽に入っているほとんどの魚が胃袋を持っていない魚ということで、食べた後30分ぐらいで排泄してしまう。そしてその際に人間と違ってアンモニアを直接体外に放出してしまう。というわけでアンモニアの濃度が水槽内で急に上がるわけなんであります。まあそんなこともあって、割と早めに、そしてこまめに水槽の水を変えたいわけなんですけど、水槽の底に沈んだ餌をゆっくり食べたい連中もいますからね、それを待った上で水替えをするわけなんであります。というわけで少し細かい話になりましたけど、もう少し大きい水槽が良かったなという話でした。さあ次なんですけど、まだ水槽内に魚がそんなにたくさんいない頃、カワムツがヤリタナゴを追っかけ回してひどかったんですね。その結果ヤリタナゴが逃げ回ってちょっとかわいそうだったわけなんであります。飼育している魚の種類にもよると思うんですけど、水槽内に入れる魚の数によっては魚が縄張り意識を持ち始めて揉め事に発展するようなことがあるようなんであります。まあそうなってしまうと喧嘩はやめてって言っても聞いてくれないですからね。まあそんなわけで何か対策をしなければいけないということで、魚を追加して水槽内を過密にするというわけで、カワムツやムギツクを追加したわけなんですね。それによって何が起こるかというと、ここ私の縄張りなんで入らないでくださいって言いたくても、相手にする魚が多すぎて誰に言っていいかわからない、そういった状況になるわけなんであります。まあその水槽内を過密にするという対策で、実際に水槽内に平和が訪れたということなんですけど、これは隠れ家となる部分がある水槽でもやはり同じような問題が起きるようですね。ヤリタナゴが川口に追い回されて石や流木に当たって怪我をしたと思ったんですけど、この口の先が白くなったのは怪我ではなくて、追い干しと呼ばれる繁殖期のオスに見られる状態なんであります。まあそうであればそんなに心配しなくてもよかったかもしれませんけど、水槽内に争いがない状況は見てても嬉しいわけなんであります。やはり争い事や紛争はない方がいいわけなんであります。当初この水槽には親にらみが3匹いたんですけど、そのうち一番大きなものが暴れん坊将軍だったってことで、将軍だけ別の水槽に移して残りの2匹がこの水槽にいるわけなんですけど、この2匹の関係はどうなんでしょうか。2匹になった最初の頃は2匹とも定位置というか居場所は決まっていたようなんですけど、しばらくすると1匹だけが水槽内を悠々と泳ぎ、もう1匹は隠れて出てこなくなりました。こちらはガサガサパートナーのレオさんの水槽なんですけど、親にらみが肩を並べるように泳いでいますが、揉め事は確認していないということなんであります。まあ絶対にそのようであるってことは言えないと思いますけど、ナイスな光景ですね。次に混泳する魚の種類とサイズについてなんですけど、いろいろな種類がいてもいいと思うんですけど、水槽内の全部の魚が餌を食べれる状況、言い換えればこの魚には餌が回ってこないっていう状況がないようにしなければいけないわけなんであります。ここでの反省点もいろいろあるわけなんですけど、親にらみとカジカには捕まえてきたヌマエビを捕食してもらおうと思ったんですけど、親にらみは喜んで食べるんですけど、カジカは喜んでるだけなんであります。これはカジカに問題があるわけではなくて、餌となるはずのエビのサイズがカジカに合わない、要はエビを口に入れることができないというわけで、食べたくても食べることができない状況が起きてしまったわけなんであります。この場合は餌のサイズを変えるのは難しいですからね、カジカを持ち帰るときに与える餌のことも考えて、もう少し大きめのサイズにすればよかった、今となってはそんな風に思うわけなんであります。今は冷凍の赤虫を解凍して与えていますけど、赤虫をピンセットでカジカの目の前に持っていきます。こうでもしないと他の魚にみんな持ってかれちゃいますからね、カジカ優先ということで少し面倒くさいことになっているわけなんであります。一方でカワムツのような魚を水槽に多く入れると、入れた餌を全部食べてしまうということがあります。そうなってしまうと他の魚に餌が回らないことになりますので、注意しなければいけないと思っています。そして非常に残念なことなんですけど、この水槽にいた川ヨシノボリ、そして東ヨシノボリが全て死んでしまって、この水槽には残っていない状況です。
飼育の条件がヨシノボリより難しそうな赤座、そして先ほどのカジカは飼育に成功しているようなんですけど、どういうことからかヨシノボリだけが1匹ずつ外傷というか見た目にも変化がなく死んでしまったわけなんですけど、餌も食べていましたね。口を開けて威嚇をし合っていた、そういった様子はよく見ていましたけど、実際にフィジカルに喧嘩をするところは見たことがなかったわけなんであります。いや、一回だけ見たことありましたね。まあいずれにしろ縄張り争いが原因で傷ついて死んだとはなんとなく思えないんですけど、やはり飼育環境に問題ありなんでしょうね。というわけで、現在管理している日本淡水魚水槽、その反省点ということで共有してまいりましたけど、自分自身においてもいろいろと勉強になったわけなんであります。特に魚を捕まえに行くことが何遍かあったんですけど、毎回思ったのが、日本の河川や水路の水質の状態が改善されているということ、それに伴い魚が川に戻ってきている。やはり生物が住む上でそこが適した環境になれば、姿を見せていなかった生物もやがて戻ってくる。今回の日本滞在ではそういったことが印象深かったわけなんですけど、このチャンネルを通して皆さんにも伝わればいいなと思ってるわけなんであります。というわけで、来週はですね、もうすぐクリスマスなんですけど、そんなの関係ないってことで、今年最後のイベントになるかもしれませんけど、用水路でお魚取り、再び寒さとの戦いになると思います。というのもですね、今年どうしても見ることができなかったそういうお魚がいるんですけど、何としてでも捕まえてみたい、それをもって日本淡水魚水槽完成としたいわけなんですけど、今回はタモ網を使うだけではなく別の方法でもトライしたいってことで、県の水産部管轄の漁協にも連絡してですね、魚を取る上でのルールなどを確認したわけなんであります。まあ、そんなわけでいろいろと下準備をしているわけなんですけど、雨が降ったら中止ですってことで、その場合は番組の内容を変更してお届けするわけなんであります。というわけで、次回もどうぞよろしくお願いいたします。チャンネル登録、いいね、コメント全部お願いいたします。というわけで、お相手はもののけ兄さんだったわけなんであります。